ナミさんお疲れ様です。毎回毎回動画の方を送っていただきましてありがとうございます。ナミさんから送っていただいた動画で私も色々とね気づくことがあってその中の何点かを情報発信として私の方からもまひめ大学特別講義とかねその他今回みたいな個別返信動画みたいな形で撮らせていただいております。でねやっぱりねあのお悩み相談っていうのはまずは 聞いてくれる人を探すっていうところが一つの、まあ、フラストレーションの解消になるんだなというところが大きいですよね。まあこれ特に、うん、モテる男のなんかね三大要素みたいなやつとかを私も紹介することがありますけどもあの女性っていうのはまあこれはね型にはめてもいけないんですけども主にはね女性っていうのはあの自分のお悩み事を解決してほしいよりも聞いてほしいという思いが強くて愚痴をこぼしたりとか 相談事をけてきたりする、まあ、そういうところも今回のねナミさんの動画に通じるところがあるんじゃないかなと思いまして人っていうのはまずね自分の厳しい状況とかあの袋工事に落ちてる状況を誰かに分かってほしいわけなんですよねでそれが分かってもらえた時になんか解決したような気持ちになると安心するんですよねこれがだから共感なんじゃないかなと思います自分の状況に共感してくれる人をこう見つけることによってちょっと救われたような気持ちになるんですよね 確かに人って自分の悩みが誰かに打ち明けた時にスッと楽になるってことあるんですよ。問題が解決しないのに楽になるってことがね。だそれって非常に重要なことかなと思います。で、その月なんですよね。問題解決ができるかどうかっていうのは。まあ、はっきり言ってね、あの相談事ってもうすでにね、相談する方自身が回答を持ってることが多いんですよ。だからその回答に踏み切る一つの段取りとして誰かに きっかけをもらいたい、背中を押してもらいたい、聞いてもらいたいっていうところがあるんじゃないかなと思うんですよね。だからやっぱり、人の話に耳を傾けるって非常に大事なことなんですよ。で、ナミさんもそうだと思いますし、私もそうだと思いますけども、あの、周りの人じゃなくてね、親戚や身内やリアルな友達じゃなくって、この YouTube を通じて私の方に相談に来るってことは、あの、自分の人間関係の距離が近い人じゃダメなこともあるんですよね。 だからともすればあのこうちょっと薄い関係の人の方が相談しやすいことってあるんですよねまあけど薄い関係とは言いながらも信頼感を持っていなければ相談もしませんから多分相談ごとお寄せの方っていうのはね、うん、の信頼してくださってるんだろうなと思います信頼しながらも距離がそこそこあるっていうこのすごく複雑な関係がとっても いいいんではないかなかっていうふうに私もね解釈しながら今日もねあの多くの人のご相談ごとに、まあ、返信動画を送るわけなんですけどもやっぱりね返信動画を撮るっていうことをそれを見た人が想像する時にあカメラを据えて、えー、動画を撮ってくれたんだなってもしかしたら NG で撮り直しもあったかもしれないなと非常に嬉しいなってなんかお悩みごとは解決しないけどもここまでしてくれる人がいるんだ嬉しいなっていう気持ちでなんかね あの総裁されるようなところもあるんじゃないかなと思いながらの今日5月24日の朝でございましたそれでは本日もよろしくお願いしますいってらっしゃい